青木金枝は、日本の女子アイスホッケー選手。ポジションはディフェンス。CWHL のカルガリー・インフェルの所属。北海道苫小牧市出身。小学2年生の時、苫小牧体制小学校同好会で競技を始めた。中学入学後、岩倉ペリグリンに入団。駒沢大学付属苫小牧高等学校卒業後は、苫小牧駒沢大学進学。 アイスホッケー女子日本代表に選出されて、2004年女子、アイスホッケー世界選手権に出場。しかし、トリノオリンピック予選、バンクーバーオリンピック予選の日本代表からは落選。2010年4月、チャレンジカップオブアジアで、久方ぶりに代表復帰。2011年アジア冬季競技大会で、銀メダル。2013年2月に、スロバキアのポプラトで行われた。 ソチオリンピック世界最終予選では、大会ベストディフェンスに選出される活躍で4、大会ぶりの五輪出場権獲得に貢献した。全日本女子、アイスホッケー選手権大会では2011年と2013年で、ベストディフェンスに選出されている。2015年8月23日に、CWHL のドラフトで、カルガリー・インフェルノの6巡目指名を受け入団。 前年入団の竹内愛奈に続くチーム二人目の日本人選手となった。ありがとうございます。